はいどうもこんにちは。今ですね、イギリスのハイランドという、北の方にいるんですけども、そこの中のですねスカイ島というところにいます。これまでの Vlog をまだね見てない方は、前のビデオを下の概要欄とか上のポチッとするところに置いてありますのでぜひそこから見ていただけると嬉しいんですけども、今日はですねまた、移動して、行きたいと思うんですけども、場所の名前は、恒例の通り、覚えていませんが、まあ、ほにゃららっていうところに移動したいと思います。まあ何があるわけってわけじゃないんですけども、まあ何ですかね、隣町に移動するっていうイメージですかね。はい、そこまで行きたいと思います。Inverness, but I want to just stay here. Yeah. Then after that. Whoa. Yeah. It is more easier to use only this, but yeah, that's true. Yeah, I'm going all the way to Inverness for this. So. Okay, you also Inverness. Yeah. Right? Yeah. Then stay in Inverness. Uh-huh. Mm. I see. Yesterday I went the ferry boat. Yeah. How was that?Yeah, it was great. Yeah. Amazing. Yeah. I mean, it must have been so good with weather. Yeah. Yeah. Did you go in there? Absolutely. Yeah, yesterday. Wie geht's? Gut. Ja. Wir treffen uns hier verrückt. Yeah. Genau. Ich verstehe. Ja? Ja. Verstehst du alles? Nicht alles. Nicht alles. Aber ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Aber ja.Dein Akzent ist gut, dein deutscher Akzent. Wirklich? Ja, also ich denke, es ist keine einfache Sprache. Aha. Ja. Oh, vielen Dank. I mean, with a lot of people you hear speaking German, they have very like strong, I guess it's like Americans and things like that, or British people that have a very strong accent, but yeah.See ya. See ya. Maybe. Maybe see some friends. Take care. まさかのあの一昨日の動画に出た、一昨日かな、その前か、はい、3日前に出た動画に映ったあの人がたまたま同じバスで気づかなかったんですけど、あ、向こうが気づいてくれて会いました。ということでね、現在はですねカイル・オブ・ロハルシュっていうところに来てます。すごい名前ですけど、さっきいたところはですね、スカイ島っていう島なんですけど、そこからあの本島の方に帰ってきて、本島のところにあるそのスカイ島とのつなぎ目の都市にいます。まあ運命の街っていう感じですけどね、はい、ちょっと展望台があるみたいなのでそこまで上がっていきたいと思います。中間展望台的なところがあったんでそこに荷物を置きました。もうね、荷物合わせて多分ね15キロとか20キロがあるのかな、だから重すぎて持ち歩きたくないんで、よいしょ。まあ人いないんでね大丈夫でしょ。都市部ではねこれができないんですけど、田舎なんでそれができるんですね。あれ、これどっち行ったらいいのかな、間違ったのかな、こっちの道。まあいいや。あー気持ちいい。いやー、むちゃくちゃ綺麗でしたね。なんだこの入り組んでる、ちょっと疲れたんでね、ここらでちょいと休憩というか、電車まであと2時間ぐらいあるんで、まあここら辺で待っていきたいかなって思います。
いやではね、こちらアイアンブルーでございます。はい、こちらはですね、スコットランド限定というか、スコットランド産の炭酸っていうのはね、まあ、前の方の Vlog でも紹介したと思うんですけど、いただきます。最高、これハマっちゃうんですよね、フィジールリンク。これですね、あの味はあの夏祭りとかであるラムネあるじゃないですか、あの瓶のなんかあれに近いんですけど、もっと強いんですよね。何が強いんだろう、これは分かんないわ、なんて表現していいか分かんないですけど、まあ、あれがもっと強い版だと思っていただければ、めちゃくちゃうまいんですよね。他のところで売ってるの見たことないんですよ、スコットランドに来た際は。飲んでください。でね、展望台から降りてきて、ちょっとすっごい天気良くなりすぎて暑いんですけど、今駅まで来たんで、電車を待って電車で、インバネスの方に向かいたいと思います。もう寝てたらあっという間でしたね。はい、まあ映像では一瞬ですけど、多分4時間ぐらいかかってるんで。はい、インバネスに戻ってきましたね。はい、久しぶりに。でここあの見えるかな、電車が止まってるんですけど、これ懐かしのカルドニアンスリーパーです。2、3ヶ月ぐらい前のあの Vlog で出てると思うんですけど、あれ乗りましたよね、あれ電車。懐かしい。そう、実はここから出てるんですよ。これが一番上のところの駅なんで、ここからあれもロンドンに行くみたいですね、多分。いやー、すごいすごい。夜ご飯も食べ終わって、まあ、あの本当はスコットランド料理的なの食べたかったんですけど、ちょっと時間がまだ早くてですね、どこも空いてなかったので、イタリア料理でしたけどね、もうここら辺で、終わろうかなっていうふうに思います。最後ね、いい天気でした。ほら逆光か、めちゃくちゃ綺麗ですね。でね、もう今からあと空港に向かうだけなので、もう他に、特に面白いことも起きないと思うので、ここで Vlog は終わりにしたいと思います。今回の旅行シリーズも、見ていただきありがとうございます。まだね、これしか見てないって方は最初のところから飛んで見てください。下にリスト貼っとくので、そこからぜひご覧ください。はい、ということで、またね、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。Offer phone method of payment. If we can be any further assistance, we'll join you in the cabin.